今月23日に熊本県球磨村で行われた渡里小学校の卒業式。美しい音色を奏でるこのピアノは、去年7月、熊本を襲った豪雨災害で浸水被害に遭った小学校で水没していたものです。当時足は折れ、およそ1万点のピアノの部品は泥まみれになっていました。ピアノを見つけたのは、兵庫県からボランティアで来ていた山中祐樹さんです。ごめんな治らないですって言われた時に、僕はそこで諦めれませんでした。このピアノはきっと治るはずだという強い思いで遠藤さんの方に連絡をして、修理の依頼を受けたいわき市のベテラン調律師、遠藤博さん。遠藤さんは東日本大震災の時にも被災したピアノを修復したことがあります。そのピアノは奇跡のピアノと呼ばれ、復興のシンボルとなっています。直していただきたいっていうふうな思いがある以上、やっぱ直すというふうな使命のもとで、とにかく直そう、まあ私たちがやらなかったらじゃあ誰がやるんだって。届いた時にはその音色を聞くことができなかったピアノ。遠藤さんは今回およそ3ヶ月かけてピアノの修理に当たりました。ところどころにある当時の傷跡は個性として残しました。このピアノが球磨村に届けば笑顔がね増えるので、まあそれはね嬉しいことですよ。浸水被害に遭った渡里小学校の児童は、同じ球磨村にある一勝地小学校に建てられた仮設校舎に通ってきました。いわきで修復されたピアノは、福島県から1000キロ以上離れた熊本県に20日かけて到着。いや、よくぞ帰ってきてくれましたね。現地には最後の仕上げのために遠藤さんも駆けつけていました。長旅の疲れが出てますね まあいい感じにはなると思いますけどね。ピアノ自体が立ち直ってくれそうなので、やはりこのピアノとともにね、この球磨村の人たちもね、頑張ってほしいですよね。渡里小学校の6年生13人は、新型コロナウイルス、そして7月豪雨と相次いだ休校を乗り越え、卒業の日を迎えることができました。いろいろな方々のご支援を受け、8月3日学校が再開。当たり前のことが当たり前にできる幸せを私たちは忘れません。再び命が吹き込まれたピアノの音色と、子どもたちの透き通った歌声が体育館に響きます。たくさん思い出を思い返して楽しく歌えました。福島まで持ってったピアノだったから、自分もその思いを受け止めて一生懸命頑張ろうと思いました。とても素晴らしい卒業式でした。まあ笑顔を届けるっていうか、逆に笑顔と逆に勇気をいただきましたよ。たくさんの人のたくさんの思いが詰まったピアノ、これからもふるさと熊本で子どもたちに希望の音色を奏で続けます。